はい、それでは今日は教科書217ページの遠近調節について学んでいきます。具体的な話になるんですけれども、まずイメージをつかんでもらいたい。というわけでですね、親指をこうやって、近くで見ますよ。これを遠くへパッ、はい、グッとつってね、離していくと、これ、ピント調節してますよね。近いときと遠いときね、ピントを合わせるような目の動きをしているのが体感できると思います。これを遠近調節っていうふうに言うんですね。でもう一個イメージなんですけれども、これ例えば同じ大きさ、この黒板消し、これを見るときに近くで見るときと遠くで見るときって大きさ変わってみますよね。でも遠くへ行けば遠くへ行けば、この100メートルぐらいの先に、もう1キロ2キロ先にピーってやっていくとすごい小さく見えますよね。うん、そんな感じで、はい、目にこうやってね、目があったとして、はい、目に映るものの同じ大きさのものでも近くで見るときって、あとは遠くで見るときって大きさ違う。で、これ焦点をこうやってね、はい、ピッて網膜で合わせるっていうような話は前もしたと思うんですけれども、これ近いときね。で、これ遠くで見るときはどうかっていうと、はい、遠くで見ると同じ大きさのものも小さく見えますよね。黒板ではね、もう表しようがないので、こんな感じで小さく書いちゃいますけども、はい、こんな感じでやっていくと、よいしょ、あれ、なんかもう気づく人もいるんじゃないですか。ここ屈折する量が違うんですね、ピント合わせるために。これ遠くで見るときと近くで見るときって、この時じゃあどういう風にしているのか、この調節をすることが遠近調節っていうわけなんですけれども、これね、具体的には何がこの遠近調節をしているかっていう話になるんだけども、これがね、レンズ、目のところにあるこのレンズっていうものが光の調節を行ってます。で、具体的にはこれ屈折は大きくなってますよね。近くで見ると屈折が大きくなっている。その時にはレンズの厚みをこれ厚くします。で、反対に遠い時っていうのは、これ屈折ですね、小さくていい、小さい方がいい。というわけで屈折を小さくする、小さくするには厚くするのも反対で、レンズを薄くするのがありがたい。このレンズの調節が遠近調節になっていて、じゃあこれどうやって調節していくのかっていうのを今日学んでいきます。で、これが目のそのレンズの調節に関わっているところの断面図になるんですけど、角膜があって、角膜の奥にレンズがあると。で、こういうのが光に屈折しているんだけれども、それがくっつくところの、すぐ隣には緊張体という紐があって、でさらにその紐は毛様体、または毛様筋といわれるような筋肉につながっているんですね。具体的にじゃあ見ていきますよ。この、3つが関わっているんですけども、近くで見るときどうなるかっていうとね、近くで見るときはこの毛様体、毛様筋というものがね、グッて力が入ります。このように、力をグッてこうやって入れていくと、当然毛様体は盛り上がっていきますよね。こんなに盛り上がりますよ、これやつって。でも、盛り上がるとどうなるかというと、これ、ただ、緊張体紐ですから、紐は緩みますよ。こんなね、紐は緩む。緩むと、今度、盛り上がってて、緊張体緩んでて、で、レンズってどうなるかっていうと、もうこれ、熱くなるしかないじゃないですか、こんな感じで。もう熱くするしかない。だいぶちょっとね、極端な感じになってしまったんですけれども、毛様筋がグーって収縮すると下がりますよね。盛り上がっていくから下にグッと下がっていく。で、緊張体はこれ緩むよね、緩むから上がると。で、最終的に狭くなった場所でレンズは厚くなる、しかもなくなってしまうっていうわけですね。レンズは厚くなる。じゃあ反対に遠く見るときどうなるかって、これもう本当に逆バージョン。今度は毛様体がファーッとリラックスします。リラックスしている状態だったらすぐに薄い、反対側も同じ感じリラックスしている。リラックスしているところに緩んでた緊張体はピー、なんか長さは変わりませんので、こんな感じで、ピッと引っ張られた状態になる。で、そうなるとどうなるかっていうと、レンズがピー薄くなりますよ。遠くを見るときは毛様筋、毛様体が緩んでて、で、弛緩しているというふうに言いますね。で、緊張体はこれ引っ張られている。
引っ張られて、はい、上へっていくとレンズは最終的には薄くなりますよって、ここだけ、こんだけの話ですね。レンズは薄くなります。これが遠近調節の仕組みです、ね、こうだから目が悪い人なんかはね、これ遠くを見たり近くを見たりしたりを繰り返すっていうのがまあいいっていうふうに言われてるから、要は毛量体を鍛えましょうね、毛量体をしっかり入れて伏せをするみたいにね、鍛えていきましょうねっていうふうに言うので、まあ、視力を良くするためには近くの目の遠くの目を繰り返すといいよっていうのもこういう理由で、まあ、さらに人が目がこうね、パソコンとか近く見すぎて疲れちゃって凝り固まっちゃう、目が凝る状態っていうのはこう筋肉毛量体がね疲れちゃってる状態だから、遠くを見てリラックスしましょうなんていうふうにもまあ言われたりするわけですよね。この遠近調節の流れを一度見たら忘れないと思います。流れをしっかり覚えて、抑える単語はしっかり抑えて、しっかり遠近調節したらマスターできるようにしておいてください。